これですかね。はい、続いてやってきましたのはトヨタガズーレーシングのブースでございます。もろにスバルの服を着ちゃっていますが、ちょっとトヨタガズーレーシングのブースを紹介していきたいと思います。まずここはもう2021年こうレースシーンで活躍したインパルさんのチャンピオンマシン、ヤリスの全日本ラリーのチャンピオンカー、そして後ろのWRC ウェックというカテゴリーで活躍したあれもチャンピオンカーですよね。そしてダカールでクラス優勝した車両、ここはもうレースシーンといった感じの車両が展示されています。そしてトロフィーですね、すごいでかいですね。これ ルマン24時間トロフィーです。なかなか見れないですよね。すごいですよ。で GT500 でチャンピオンを獲得したトムスさんの車両が展示されていて、これからですよ。もうあれさ、あれなんかやばいですよ。あれはおはようございます。お願いします。ちょっと YouTube を撮影させていただいております。すいません。 GRGT3 コンセプトっていう名前です。まあ時期に我々のライバルになる車両なんでしょうか。なんかめちゃくちゃかっこいいですね。でも今までにこうトヨタがなんか持ってる車両の中でこんな形のものはなかったんじゃないかなっていう感じがしますが、なんとなく形的に AMGGT にも見えるような形ですよね。本気でプレスカンファレンス見てましたけど、本気で GT3 で世界を取れる車っていう風に森蔵さんが言われてました。なんか結構形状が MGGT っぽい感じで、でもリアの感じが僕も何年か前にニュルブルクリンクの24時間レースで参戦していた LFA のこうリアのルックスがちょっとこうあるのかなっていう感じもします。これは非常に早いんじゃないですか。まだコンセプトですけど、ライバルになる日が来るんじゃないかと思って楽しみに待っています。で向こうの方にはですね、ソルテラの兄弟車というんですかがあって、水素カーがあって、あちらもカーボンニュートラルを意識した、環境を意識した車両が展示されているという感じで、こちらの86は佐々木正弘さんデザインのエアロですかね。実はこの野郎を僕が BRZ につけようかなと思っております。はい、で一緒に佐々木さんとこの野郎を僕は BRZ 側で販売して、佐々木さんは86側で販売するみたいな、ちょっとトヨタとスバルで面白い企画やろうかなと思ってますので、ぜひ楽しみにしてください。でも最後にはあちらです。 GR ヤリスものすごく反響ありましたけども、なんと GRMN が出ました。向こうの方がオンロードというか、サーキット走行する本気のヤリス、そしてこっちがラリー用の GRMN という、GRMN でもこの2種類の車両を作るっていうのがトヨタさんらしいなという感じで、本当幅広い層の方に楽しんでいただける車両を作ったという感じですね。実はこっちの GRMN は私開発の方ちょっと携わらせていただいて、 S 帯で GR ヤリス乗ってた時にこちらの GRMN の開発もいろいろやって、めちゃくちゃいいので、ぜひ興味ある方は乗っていただければというふうに思います。ちょっと駆け足になりましたが、トヨタガズーレーシングサンブースはこのような形でレース、そして未来を見た車両、そして新しい GT3 コンセプトということで、トヨタさんもやっぱすごいですね。幅広い車種、車の仕様で今回は展示されております。トヨタさんのブースも盛り上がっております。以上です。
これでいいですか。ありがとうございます。